マルサヤワムシカフロスキュラリデーはワムシ類のトガの一つ。ラッパ状の形をしており、固着生活をするものが多い。成熟したメスはラッパのような姿をしており、細長い柄のような足の先端で器物に固着する。ただし、有個体とメスの幼児には自由に泳ぐことができる。頭部の前端は大きく広がって円盤状、あるいは大きな列片に分かれて、頭幹を形成する。 その円沿いに繊毛体を持ち、それによって接触を行う。体の後半は細長い柄状になり、その基部で他物に固着する。少なくともその基部は三河室の間室に包まれており、種によっては全身が間室に収まる。間室が水草などについている場合、固着性の生活をするが、その部分で他の個体とくっつき合って、軍隊を形成するものもあり、 その場合には、軍隊の姿で浮遊することもある。卵は、硬室や冠室の中に粘着して保護される。手まりは虫か子に切りでのものはやや似ているが、頭幹が大きく広がらないこと、それに、口の位置が覆面でなく、背面によることで、はっきりと区別される。以下、種として、水の高橋編著、p 九十八上の監修、P293、水の 高橋編長 P301 ありがとうございます。